はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。間もなくですね、11時15分を過ぎます。間もなくでも変な言い方ですけど、のどかな土曜日でございまして、今日もまったりできますね。はい、千代田区17度、この部屋は20度でございまして、もう今日は本当に土曜日ですからね、多分電話もかかってこない、メールもほとんど来ないと思いますから、まったりとした感じでございます。はい、明日も何も予定がないんで嬉しいわ、ほんまに。こういう日がね一番いいですね。明後日はね、なんかちょっとね、また収録があるんですよね。出かけていかなあかんね、めんどくさい。はい、行きましょう。朝鮮オンラインに困難が出てまして、今日の9時39分ですね、韓国はまたも除外、中国海外団体旅行の対象国に40カ国追加ということでですね、ちょっと読んでいきますと、中国は先月6日からおよそ60カ国に対する中国国民の海外パックツアーを許可したが、依然として韓国は対象国に含まれていないことが明らかになった。ふーんという、中国文化観光部括弧省に相当は1月20日自国の旅行会社に団体旅行や航空券プラスホテルパッケージ商品などの業務を再開できる20カ国を発表した。この発表では韓国と日本、米国は除かれていた。当時中国発の入国者に対する防疫強化をめぐる、まあ疫病を防ぐのやつですね、をめぐるビザ制限攻防が起きており、報復的な措置だと解釈された。その後韓国政府は1月2日から制限していた中国人の韓国行き短期ビザ発給制限をおよそ40日となる2月11日に解除した。中国も1月10日からは中断していた短期ビザ発給を2月18日から正常化し、行き詰まっていた韓中関係はほぐれるかのように見えた。しかし中国文化観光部のホームページによると、今月15日から団体海外旅行が再開される40カ国の中に韓国は含まれていないことが判明した。日本と米国も同じリストから漏れたということでございますね。これ、いくつかのメディアで同じようなニュースが出てます。日本のメディアでは私今日は見ていません。まあまあ、出てるのかもしれませんけど、いや、中国人今来てるでしょう。来てるんですが、あれは個人旅行なんです、みんなね。団体旅行が来ないということなんですけど、団体旅行なんかどっちかやと、もうどっちかっていうか、もう圧倒的に来てほしくないというのがですね、日本人の大半の気持ちではないでしょうか。なぜかと言いますと、中国というのはですね、大半がですね、農村部というところの人口なんですね。人口の大半なんですね。都市は確かね 6億やったかなんか、そんなんですね。で農村部が7億か 8億かな、なんかそんなんなんですよ。で、農村部の方が圧倒的にこう収入が少ないんですね。で彼らが日本に来るときに海外団体のパッケージツアーって来るんですけど、都市部の人はね、例えば上海人なんてもう今や先進国民とほとんど変わらないわけですね、感覚が。だからマナーも悪くないんですよ、上海や北京の人っていうのは。で彼らはほとんど今パッケージツアーなんかで日本来ません。ほとんど個人旅行で来てるんですよ。自分で航空機手配してホテル手配しててやってるんですね。でパッケージで来る連中というのは農村部出身で、昔の日本でいう農協旅行なんですね。まあ僕の世代まではなんとかわかるんですよ、農協ツアーっていうのは。ものすごい恥ずかしい連中で田舎のおっちゃんたちがですね、この黄色い肌で三角の肌でビーッとこう観光地を見て回って土産物屋で爆買いするという、昔の50年ぐらい前のに流行った農協の海外旅行なんですね。あれが今まだ向こうにあるわけでして、それこそね、英語もわからんと、でもちろん日本語なんかわからんという連中で、右も左もわからん、マナーもわからんってどこで何してんのかわからんって。でよく最近減りましたけど、まあ、ここ3年が来てませんけど、道端でですね、この道端をトイレの代わりにしてですね、ショーだけでなく台も出してるやつがいましたでしょあれはみんな大体農村なんですよ。
で彼らはですね、右も左もわからんから全部あのパッケージの行動するわけですね。で土産物屋もですね、中国人しか行かないですね、バッカ高いものが売ってるのをところに連れてかれて、そこで買わされるんですよ。まあそれが問題に値しましたけど、でも彼らが単独では行動できないんで、もうそれしかないわけですね。でそんな連中はっきり言って来てほしないんで、あのもう何から何まで中国系の会社が手配するわけですよ。もうそれこそバスからホテルから観光地の土産物屋から全部中国系なんですよ。そんな奴ら来たところでね、うるさいだけやん。そんな奴らがね、まあ銀座歩いてもね、うるさいだけやん。そうでしょ。だから、あの、来てほしくないっていうのが本音なんですけども、けども、あれなんですよ。中国からするとね、それはね、嫌がらせなんですよね。日本なんか行ったらへんねんと言ってるわけですよ。だから日本にとってはもっとやってもっとやってっていう感じなんですけど、大半の日本人にとってはね、大半の 99% 以上の日本人にとっては、つまり 99% あの彼らが落とす金って全部中国が回収していくんですね。だから日本にとっては経済的なメリットもほぼないわけですね。なんで、まあ、別にこうむしろ来なくてええやんというふうに日本人は思うんですけども、あのお隣さんはそうではなくてですね、やっぱりそういう人も来てほしいんでしょうね。ようわかりませんけども、あのこれはあですね、パククネさんの2015年やったかな、あのサードといいまして、高高度ミサイル防衛システムというのをアメリカから導入したんですね。これに中国がむっちゃ反発して、取った対抗策というか、あれですね、いじめといいますか、がまずその団体旅行に行かさへんと、の先にこう韓国を入れへんと。でその次にですね、韓流タレントはもうかあの仕事させたらへんと。でからロッテデパートは営業禁止、消防法の規定違反による営業禁止、で、とうとうロッテデパートは撤退と。でからお隣さんからゲームこうたらへんと、いうゲームを許可しないとお隣さんですよね。でその意地悪策をやったわけですね。でそれを早く解除してほしいわけですよ、お隣さんは。で一生懸命ムンジェインがですね、5年間尻尾をプリ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 って振りに行ったんですけど、全然、解除してくれません。中国からしたらサードどけろってことですね。サードどけさえしたら解除したるというのが本音だと思います。でそれはちゃんと水面下で伝わってると思うんですけど、それをやると今度は中国のお隣さんはアメリカから怒られるわけですね。お前何考えてんねん、それでも同盟国かって言われるわけですね。だからウィンウィンってやってたのがムンジェインで、どうにも動きが取れなかったんですね。代わりに サードのですね、基地を市民運動に囲ましてですね、アメリカ軍がですね、物資や人を搬入搬出できないようにしたわけですね。何をやってんやと思いますけど。でそんな法律も作ったわけですね。でユン・ソンニョル政権になってそれを徐々に解消しているという話なんですけど、お隣さんはだからね、ものすごく気にしてるわけですよ。来てほしいと思うわけです。どんどんそのパッケージ旅行来てほしいと。なんでか分かりませんけどね、マナーが悪いのは別にお隣さんに行っても日本に来てもそうだと思いますけどね、何かメリットがあったんでしょうかね。まあ、よう分かりませんけども、お隣さんはそれを嘆いているということですね。日本はむしろ私だけではないと思いますよ、それを喜んでるのは。だって全然お金落ちひんでも、そんな彼らの運営するホテルに泊まって、彼らのバス会社のバスを使って、で彼らの経営しているお土産屋さんのものを買わせるというわけであって、日本系のところにはほぼお金は落ちませんから。しかもですね、道端をトイレの代わりにしてもらうと非常に困るわけですよね、日本としては。だから来てほしくない連中なんで、あれですね、むしろこの方がいいわけですけど。で今来てる中国人って全部個人旅行の人たちでやって、彼らは ほぼリピーターなんですね。そうすると大体マナーも良くなってですね、お金もいっぱい持ってるわけよ、そういう人の方がですね。なんでまあまあ今の状態でもええんちゃうのという感じはいたしみますね。むしろというか別に私にとっては何の関係もないんですけどね。で結局結構これからですね、個人旅行は戻ってくるんちゃうかなと思いますね。まだ解除されて間もない3月1日からですよね、解除されて、これからどんどん増えるんちゃうかなという気がします。もうお隣さんからの旅行客はもう来てますもんね、はい、もう先月も50万人とか言ってますから、はい来んなって感じですね、どっちかというともう来てほしないね、ほんまにという。この著存オンラインのですね、アドレスを一応貼っておきます。もしかしたら後で取るかも分かりませんけど、タイトルは韓国はまたも除外、
中国海外団体旅行の対象国に40カ国追加というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。